おはようございます。12月16日木曜日の全国の天気をお伝えします。今日は低気圧前線が近づき天気下り坂です。西日本は西からだんだんと雨のエリアが広がります。九州では強い雨や雷雨にお気をつけください。中部も夜は雨が降り出すところが多くなります。お帰りに備えて雨具をお持ちください。また北日本エリアも雨や雪に要注意です。東北は北部中心に雨が降るところが多くなります。日本海側では強まりにお気をつけください。北海道も道北を中心ににわか雪やにわか雨の可能性があります。空の変化に要注意です。また明日金曜日以降は全国広い範囲で雪が降り大雪となるところも出てきます。早めに備えを行うようにしてください。全国の天気をお伝えしました。今日も最新の気象情報はウェザーニュースのアプリからご確認ください。